ベルサイユサン・カンタンアイイブリーヌ大学は、フランス、イルドフランス地域圏、サン・カンタンアイイブリーヌ、ベルサイユに本部を置くフランスの公立大学である。2002年に設置された。大学の略称はブスック。フランスの2000年大学プロジェクトといわれる新四、大学設立構想の一行である。8校舎を持ち、19000人の学生と、752人のスタッフ。 389人の教師や研究者を収容し、毎年非常勤講師285人を招待する。精密科学、社会科学、政治学、工学、テクノロジー、医学の科目を開設しており、経済学、倫理学、自然環境、持続可能な開発の授業コースも提供している。増え続ける学生数に対応するため、パリの大学は、 国民教育省の政令を先読みし、教育機関の一部を郊外に移すことにした。このような背景から1987年に科学に特化したピエール・エ・マリー・キュリー大学の文校がベルサイユに作られた。この2年前には、同じイブリーヌ県にあるサン・カンタン・アン・イブリーヌに南ール大学法学部キャンパスが作られている。同じ時期に高等教育省は、 フランスの高等教育の近代化を代表する2000年大学プロジェクトの一環としてユニベルシテ・ヌーベルを計画していた。その新大学の一行としてパリ第6とパリ第10の2つのキャンパスを合併し1991年7月22日に正式にサンカンタンアイ・ユブリーの大学が設立された。レシーフラ CLAS アーカイブド2012年5月17日 あと、アットザ・ウェイ・バック・マシン。ありがとうございます。